なんかさ、あのー、前回の配信でも触れたと思うんだけどさドボンライブについてもすごい聞かれるんだけどさあの出たいんですそう私ライブ好きだし出れるなら出たいっていうのはもう前回からずっと言わせてもらってるんですけど、あのーね、スケジュール的に <laughs> あのドボンに避ける時間が少ないと。 いう話をしましまた私前回あの他のメンバーに比べてっていう話ねできないわけじゃないけど他の本気でドボンでランクイン目指しますって言ってるメンバーに比べたらやっぱりまあ稽古してる時間もあるし本番期間めっちゃかぶってるしそれ以外にもやらなきゃいけないこともいっぱいあるから他のメンバーに比べて力は入れられないことは確実だし。 そう出たいという気持ちはもちろんあるけれどもでもそのもうそこで無理はちょっと今はできないというか今自分が頑張るべきは舞台とかだと思ってるので正直こんななんかその本気でさあ頑張ってる子たちがいる中でなんか曖昧な感じで「私も頑張ります」って便乗するのは違うなって思ってるから私は何も言ってないよっていうあのー、だけであって。 そう,うんだからなんだろうでも全部を全部求めるのは違うなってやっぱ思ってるから前々からねみんな私の舞台見に行くために予定合わせてくれたりチケット取ってくれたりとか花屋敷もそうだし仙台とかもそうだし握手会とかも頑張って予定合わせて見に来てくれたり会いに来てくれ。 るから頑張ってくださいみたいなのはあんまり言,言いたくないし言えないので私はなんか「一緒に頑張ろうね」だったらもちろん「頑張ろう」って言いたいけどちょっと今回は本当にあまり私が協力的に頑張れないからまあちょっと。 諦めるというのはねあんまりしたくないんではあるんだけれどもでも難しいねそう難しいんですけれども全てを選択することはできないからうんなんかみんなが頑張ってくれた分あぶねーちょっとみんなが頑張ってくれた分 それが何かでお返しできないのがあんまり私は好きじゃないからだから今回はみんなは私のやつでやらなくて大丈夫っていう話私は今舞台を頑張って見に来てくださる私のファンの方だったり私のファンじゃない方々を楽しませたいっていうのが今一番大きくてだからちょっと今他のことに避ける時間があんまりないので ちょっと一旦ドボンは今回はごめんなさいということで皆さんドボンは私じゃないこう応援してあげてくださいということでとりあえずですねあの舞台今めっちゃ頑張ってましてマジでいい作品なのでとにかく今は見に来てくださる方だったり初めて私のことを 知る方々に魅力をお届けできるように頑張りたいと思いますのでぜひぜひ気になっている方は見に来てくれると嬉しいです